ートはゲーム好きのお母さん必見のバーチャコードだよ。この番組は札幌一番の提供でお送りします。はい、VTR どうぞ。はい、おはようございます。ですね、今日はですね、ここのですね、市川の日家コルトンプラザというところにですね、来ているんですけれども、ゲームがいっぱい置いてるんですね。いろいろありますよ。まだそんなこと言って、どうせ東野さんにこの間負けたから練習しようとか思ってきたんでしょ。そんなんじゃダメですよ。なんかね、夢まで見てるらしいですよ。なんかバーチャがもうなんか夢見がちな男なんで、キャラクターがね、夢出てくるんだって。変な人だよね。さっさと聞いてみましょう。はい、まずはですね、若いママリのためのですね、初心者ですからレクチャーが行われてるということでですね、はい、ちょっとですね、始まってます。ちょっとだけ侵入してみたいと思います。こんなとこ興奮してしまうのは私だけでしょうか。何調子乗ってんだ。というわけで会議室を覗いてみると、この日参加の20名のお母さんたちが真剣な眼差しでレクチャーを。そしてここが市川ガルボです。ここでは実技指導が行われ、まずは簡単なボタンとレバー操作の勉強です。参加したお母さんの一人に話を聞いてみました。今日ここに来たきっかけは、あの新聞に見てください、この生き生きしたお母さんたちを。家庭では見られないこの笑顔、本当に嬉しそう。ゲームにやった感想はどうでした？なんかよくわけわかんないうちに終わっちゃったところが、そう、子供がどうしようって時にお母さん一生懸命揃ってまたいただきました。はい、でですね、勝ち抜き戦で最後勝ったお母様にはなんと新宿ジャッキーさんに対戦していただこうという、東野さんに負けてますからということもありますので、これでもうお母さんにまで負けたらやばいですよ。もうさようなら、地位が危ぶまれてます。さようなら。今日は初めてですか、このゲームやるんです。今日は初めてだということで、そのレクチャー の成果を見せていただきたいですね。はい、ちょっと旬はいい動きしてますね。新宿ジャッキーさんと、もうメンツが潰れてるジャッキーさんですね、もうボロボロです。ボロボロの、もう怖いものはないです。対戦していただこうと思います。自分が勝ったのか負けたのかも分かってないという、よくわからない。これはということで、最後にまた敗者復活戦として、そうそう、このままじゃやばいんで、はい、何とかしましょう。はい、今日はですね、お母さんたちのアミューズメントご招待券を10組20名様にそれぞれプレゼント。番組の感想を添えてこちらの宛先まで送ってね。待ってます。